はようございます。おはようございます。今日から始まりますね、赤門道場。いよいよですね。いや楽しみ。今日はあのまだメンバーには何をするか伝えてないんですけど、何をするんですか？今日はですね、まずは自己紹介してもらって、その後みんなの今の実力を測る実力テスト作ってきました。なんで解いてもらおうと思います。いやもう今回の5人はみんな東大に対して本気ですね。東大にかける思いっていうのを一人一人持ってて、まあただそれぞれが課題点が結構何個かあるので、そこの課題さえ突破できれば東大の合格も夢じゃないんじゃないかなと思います。目標はもちろん全員合格ですか？もちろん全員東大にぶち込みたいと思います。河野玄斗の赤門道場初日、オーディションを通過した5人は株式会社スターディーのオフィスへ。メンバー同士初の顔合わせ、どことなく緊張感が漂う。じゃあこんにちは。カメラ回ってますが気にせず、はいはい、じゃあ皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。こんにちは。皆さんもう東大志望で東大に向けて頑張られるというふうに覚悟を決めたと思うんですけど、もうあと半年ぐらいですよね。こっからは気を抜かずに最後まで走り抜けてもらえたらいいなと思います。で皆さんは仲間でもありライバルでもあるので、切磋琢磨して全員合格目指して頑張っていきましょう。じゃあまず今回初回なので一人一人自己紹介お願いします。日本最難関東京大学を目指して河野玄斗のもとに集った門下生たち、一体どんな5名が集まったのか。桃花です。現役高校3年生です。文化一類志望です。数年に一人とか、はい、なので、はい、頑張ります。新田と言います、去年まであの高校にいたんですけど今は浪人をしています、東京大学文化一類志望です。歴史が好きなので、どういう原因で展開していったのかっていうのを学んでいったりするのがすごく好きなので、東大に行って深めてみたいなっていうふうに思ってます。じゃあ将来はそういう研究とかをしていきたい？そうですね、学者さんに なれたらなっていうふうに思ってます。みゆです。18歳の現役高校3年生です。東京大学文化一類志望です。小学校低学年くらいの時にそのテレビかなんかで東京大学の存在を知って、なんとなく行きたいなって口に出してたら本当に挑戦しようかなって思ったって感じです。結構周りはそのまま内部進学するって感じの付属校で、あんまり大学受験っていう感じではないですね、授業的にも。実際どのぐらいが内部進学するんですか？9割ほどです。後期です。高校3年生です。理科二類志望です。趣味は僕音楽全般で、部活とかも結構音楽の部活入ってたんですけど、まあ音楽聴くのも演奏するのも大好きです。今日なんか楽器を持ってきてくれたって楽器一応、はい、まあ持ってきたんですけど、そんなにこれは上手くないんですけど。元気です、はい、で今理系でリカさんで目指してます、一番使ってる参考書読み込んでますね。東京大学理科さんで目指します。そのグラさんは私物ですか？そうです、ドンキで買いました。ドンキで合格できたら取れます。今日は、皆さんの実力を試すために実力テストを用意してます。科目は数学、国語、英語で、皆さんが今どれぐらい東大までの距離があるかっていうのをちょっとチェックしたいので、ぜひ心して取り掛かってください。で、まあ、一応数学は僕が作ったんですけど結構難しいかもしれないですね。あのなるべく高得点目指して頑張ってもらえたらいいなと思います。じゃあ問題持ってきます。現代文30分、数学50分、英語30分、
河野塾イズム特製東大入試形式の実力テストに挑む。それでは始めてください。このテストには彼らの実力を試すための工夫があった。今回の実力テストですが、どういう観点で作ったのかというのを教えていただけますか？はい、東大のというか国語全般なんですけど、難問っていう難問が出なくて、で今回も要約がしっかりできていれば解けるけど、ちゃんと文章全体が理解できてないと解けないっていう問題をしようと思って、まあ、東大受けるのであれば解けるべき問題であると思います。まあ、抽象と具体っていうのをちゃんと分けて、あとは対比、何と何を対比してるのかっていうのを意識して読んでいけば文章が読めるような問題になってるかなと思いましたね。数学はどうでしょうか？数学はまあ東大の近年の傾向としては難しい。だから、まあ、自分が取れそうな問題をちゃんと見極めて、そこでちゃんと点数を稼いでいく。で、残りの時間を使って難しそうな問題にで部分点を取っていくみたいな得点戦略っていうものを見れるような問題にしてます。ちなみに河野先生は現役の時数学はどのぐらい解けたんですか？僕はいや1問ちょっと泥沼ハマっちゃって、だから105点ぐらいだったのかな。105点確か。ラスト英語ですか、どうですか？僕の中では結局英語も国語もそんなに変わらないというか、うん、結局文章を読むという観点においては一緒というか、考え方とか頭の使い方は一緒だと思うので、うん、しっかりその要約ができているかとか、そういう頭の動かし方ができているかっていうのを問いたかった、うん、そこで与えられているものをちゃんと理解できますかっていうのを東大は問うてるわけで、英語っていう言語で書かれている現代文みたいな問題、東大はよく出されるんですよね。はい、終了です。ペンを置いてください。まずい。ちょっとやばいかも。じゃあ試験お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ皆さん疲れたと思うので、今からちょっと公園であの夜ご飯食べようと思います。まあ、みんなでじゃあ採点してるので、その間に食べに行きましょう。はい。OK。 この赤門道場で切磋琢磨する仲間も作ってほしい。そんな河野の思いもあり、夕食はピクニックへ。じゃあ皆さん手を合わせてください。久しぶりにこれするわ、手を合わせてください。じゃあいただきます。いただきます。お互いのことは結構知れてる？あんま知らない？まだ名前は覚えた。名前は。おう、なんか勉強の悩みとかある？下振れを聞いたことが多いっていう感じ。うん、全実力を出し切れない時が多い。まあそれが実力なんじゃない？確かに。だから本当はこれできたはずなのにっていうのができないっていうこと。やっぱりその、うん、細かいミスとか、うん、ケアレスミスが多いとか。そうですね、また寝て忘れて同じミスするみたいな。なるほど。同じミスしちゃダメだね。じゃあ、うん、やっぱり忘れるっていうのが天敵ですよね。うん、どういうこと忘れちゃうの？数学の解法とか。ああ、理解はしてんの？そうですね、なんか解説を読んだ時に、うん、あ、こうやんのね、分かった分かったみたいな感じで終わっちゃうんですよ、なんかやっぱり。うん、例えば同じ問題解いても解けないみたいな。時間を置いちゃうとそうなることは。結局その問題が解けるってあんま意味ないからね。その問題の考え方を学んで他の問題が解けるようになって初めてその問題を完璧になったって言えるから。じゃあちょっとそろそろあのさっきのテストの採点の最終チェックしなきゃいけないんで、僕はこれで失礼します。全然ゆっくり食べてていいんで、はい、仲良くなってください。はい、はい、あ、オタクってさ何オタクなの？それ以外にもいろんな音楽とか聴いたりするので、あとは典型的なオタクです。よろしくお願いします。アニメとかあとゲームとかそっちの方。推しの子とかベクトル合ってるけど、俺はあんま知らない。うん、私も知らない。受験の時って、そのゲームとかアニメって完全に封印。いや、しなかった。したら死ぬもの。本当東大の英語ってさ、英文法とかそこら辺の基本のところちゃんとできてますかっていうのを聞いてくる試験だから、そこら辺が固まってないと終わるから。いや、み
ィンテージ。ヴィンテージなんかやってますか。熟成、なんか日本酒とか総理大臣の名前をさ、語呂合わせで覚える。うん、今覚えてる。覚えてる。イクヤマイマイ。親イカサカサカ。いや、私は歌ですね。夢です。食べ終わりましたか。はい、じゃあ戻ろうと思います。はい、はい。それでは採点が終わりました。今から結果発表していきます。まずまあ初めになんですけど、この点数がそんなに芳しくなくても、逆にこれをバネにして、まあ、合格までより頑張ってもらえたらいいかなと思います。じゃあ順番に5位から発表していきますね。第5位、元気くんで83点でした。元気くんで83点でした。東大を目指し始めたのはいつからですか。は、高2の夏ぐらいですね。高2の夏。それまでは別の大学を志望していた。はい。受験勉強を始めるのが比較的遅かった元気、徐々に成績を伸ばし始めていたが、今回は5位に。数学が、まあ、難しかったな、できてたなって人になった。個人的に元気くんが一番筋が良かったですね。グラサン2期、うんうん、ケアレスミス2箇所なければ50点ぐらい取れてたのかな。本来だったら答案見て第1問第2問白紙で、第3問第4問でしっかりと書いてて、ちゃんと取るべきところっていうのを見極められてるっていうのがすごい感じたなっていう、力としてはあるんじゃないかなと思いますね。数学は取れるべきところは取れてました。ただ国語と英語をもうちょい、そうですね、文章を読むっていうのを練習した方がいいかもしれないですね。じゃあ続いて第4位、みゆさんで96点でしたね。数学と英語に関しては結構予想通りの点数だったんですけど、国語が思った以上にちょっと取れてなくて。そうですね、まあ、英語、例えば英作とかも冒険しがちというか、答え方に関してもっとこう無難な答えでいいのになみたいなところがあったりと、まあ、国語も結構そういう傾向がある。もうちょい無難でいいのよっていうのができるようになると、もしかしたらかなり化けるかもっていうのは思いましたね。合格者も結局固く点数取るっていうのがあるから、なんかホームラン狙いにして使うみたいなところはあるかもしれない、うん、もしかしたら違う書き方すればもっと点数が拾えた部分あったかもしれないなっていうのは非常に。では続いて第3位、ももかさんで123点です。得意だと自分で思っている英語がそこまでできなかったのと、あと数学がっていう感じなので、もう伸びしろしかないと思って頑張ります。多分問題見てこういうことさせたいのかなっていうのをなんとなく感じ取りつつも、それをちゃんと答案で表現できないとか、じゃあどういうふうに論理的に積み重ねていこうかっていうところがあんまりできてないのかなっていう、まああと一歩厳密性っていうのを高めていくのが必要かなっていう。それでいうと多分国英も一緒っすね、うん、あの回答からは非常に分かっている感は多分読めてるんだろうなっていうのが非常に伝わるんですけど、それを表現しきれてないっていうのは、ちょっとしたスイッチで、あ、そうです、あ、こうやってやればいいんだって分かった瞬間にガッと伸びる可能性があるっていう、うん、めちゃくちゃ伸びる感じがしました、ね、うん、じゃあ続いて第2位が、新田さん162点。新田さん162点。やっぱりあの自分は一応浪人生なんで、周りより高く取れるのは当たり前っていう風なのは多分あると思いますし、それでもやっぱり現役生に抜かれたっていうのはちょっと悔しがんなきゃいけないなっていう風に思ってますね。数学のせいで落ちたって言っても過言じゃないぐらいできなかったので。ちなみに現役の時は数学は何点でした。11点です。11点、はい。あの英国に関しては結構文句ないというか、今回のテストにおいてはどちらも非常によくできてるし、この段階でこんだけできてればもうあのバッチリだと。数学に関しては基本から入れていかないといけないかなっていう。新田くんは数学が大きな課題ですね、うん、数学の、まあ、文系って結構基本的な問題も出されるので、うん、そこをかき集めていってちゃんと30点ぐらい取れれば、まあ、合格は見えるんじゃないかなっていう、うん、ではラスト
1位がこうきくんで163点。国語が全部裏で、まあ、国語の講師田中講師がこれもう全部読めてますねって僕が作った模範解答と一緒でしたそんな感じで嬉しいですね。でもその国語が良かったんですけどその分英語と数学がだいぶ良くなくてもっと取れただろうってところがあったんでそこはもっと改善していきたいです。こうきくん、はい、もう国語は言うことがありません、うん、まあ、英語はもう本当にまだまだ詰めどこはたくさんある。せっかく国語がこんなにできるのに全く生かされてない感じがしたので英語ってものの捉え方を変えてもいいのかなっていう印象、うん、基本的な教科書レベルのことは絶対できるんだなっていうのも伝わってくるし、うん、わかんないぞってなった時のごまかし方も心得てるなっていうのはあるな。あとはいかに基本的な内容からちょっとステップアップした時に戦えるような思考力っていうのを身につけていけるか。やっぱりその教科書レベルって方針立てる時にこれしてこれしたら答えみたいな方針が短いけど、難しくなったらこれして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 答えっていう、まあステップ数が増えるわけで、そのステップ数を全て頭の中で思い浮かべてから書いていくっていうことをしないと、まあ同じく泥沼の答案になりかけてるっていうのは感じたので、一応1位のこうきくんには商品を用意してます。こちら、まあ、うちで開発してるバッグなんですけど今2つのタイプあってどちらがいいですか。じゃあこちらどうぞ。おめでとうございます。ただ油断しないようにまだ合格点には達してないからこっからですね。はい、頑張りましょう。じゃあ今後の流れなんですけど、今河野塾イズムで出している徹底基礎講座は皆さん見れるようにしておきます。まあ、苦手分野だけでもたくさん見てもらえれば力はつくかなと思います。で、一人一人にプロコーチをつけようと思います。文化一類森海翔と申します。今回皆さんの採点をさせていただいて、まあ、皆さんの短所と長所もそれぞれ分かったと思いますので、まあ、これから河野さんと田中先生プロ講師としてサポートさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん多分この今テストを受けて多分いろいろ思うこともあったとは思うんですけど、心配せずにというか、僕たちが今こうテストみんなの回答をみんなでずっと話し合いながらここが弱いねとかここを直さなきゃダメだねってところもかなり把握はできたと思っているので、これから日々とトレーニングしていこうかなと思います。で、まあ一応皆さんにはなんかこう心境の変化があった時にこう忘れないように日記を書いてもらいたいと思います。仲間がいても受験本番は自分との戦い、思いを綴った日記はいつか自分を励ましてくれる。じゃあ東大合格目指して頑張るぞ。おー